型は今はないのかな、ピッチャー用の。皆さん野球楽しんでますか？カモネギックス監督のシュウです。今日は何を撮ろうかなと思ったんですけど、昔のグラブ紹介ということで許してください。まず一つ目は、何度か登場してるんですけど、これをもう一回紹介したいと思います。クボタスラッガーさんのオーダー、これは大阪のセントラルスポーツさんでオーダーさせてもらったんですけれども、千成さんで注文とかするちょっと前ぐらいだと思うんですけど、紐が型は今はないのかな、ピッチャー用の 19SE という型を、指を1センチ短くして内野用をイメージしてサード用なんですけど作りました。色はピンクで、セントラルスポーツさんから連絡いただいて、紐も交換してピンクにしますかということで、まあ有料というか紐交換代はかかったんですけど、紐もピンクにしてもらったんですけど、あんまりピンクじゃないんですけど、ファーストバックなんで、まあ、包み込むような感じになるんですけど、本当包み込むような感じでポケットができてます。まあ、だいぶ柔らかくなってるんで、セントラルスポーツさんは指がどこに、指をどこにつけますかと結構細かく聞いてくれるので、それでその通りに作ってもらってます。どうですか、ね、ファーストバックの時にも言ったんですけど、ちょっとやっぱりここがどうしても時間が経つと緩くなってきちゃうんで、その辺がファーストバックがもうちょっとなんか機能を改善しないかなと思ってるんですけれども、次のトーナメントはなんかピッチャーをやるらしいんで、ちょっとこれぐらいのインパクトで勝負してみようかなと思ってますけども、今回のグラブ紹介は以上です。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、ぜひよろしくお願いします。